はい、皆さんこんにちは。今回ね、タイに来て大体1週間ぐらいも経つんですけど、今日、バンコクから他の都市にちょっと移動します。まあ、29にはまた戻ってくるんですけど、しばらくまあネットではアップしない予定なんですけど、まあ、パソコンがねちょっと置いておこうと思ってるんでね、なので、アップに関してはまた、こっち戻ってきてからと思ってます。で、今回皆さんにお伝えしたいのは、まあ、タイ、バンコクに、まあ、連れがね、自分の連れが29日に来るんですけど、それ以降まあ一緒に活動するんですけど、もし、ね、皆さんまあこちらにタイに来られる方、結構この番組見てる方がいらっしゃるということで、まあ、プーケットに行かれる方もいらっしゃる、こっちはそっちまでは行けないんですけど、もしバンコクに1月3日もしくは4日にいらっしゃる方がいたら、ご連絡いただければと思います。オフ会を開催しようと思ってます、せっかくなのでね。なので、何人かで一人一人会ってると時間もそんなにないので、オフ会という形で、やらさせていただきたいと思います。なのでもしあのオフ会、まあ、バンコクの中心街でやろうと思ってるんですけど、参加したい方がいたらですね、1月3日か4日、どちらかにしようと思ってるので、お願いします。あとは1月8日にまたね、別途で来られる方もいらっしゃって、その方とも1月9日に会う予定なんですけど、1月9日もしくは10日になるかもしれないけど、そっちでももう1回やろうかと思ってるので、2つです。年が明けて1月3日4日、もしくは1月の9日か10日、2回オフ会を開催しようと思ってます。これはバンコクです。なので、もし参加希望の方がいらっしゃったら、説明書きに、メールアドレスを入れておきますので、メールをいただければと思います。それによって、人数によってはね、予約もしないといけないので、まあ、そんなに十何人っていうことはないと思うんですけどね、まあ、10人以下だとは思うんですけども、まあ、もし皆さんで、ね、参加したい方がいらっしゃったら、ご連絡いただければと思います。じゃあちょっとね、しばらく、他のところに行ってきますので、また、ちょっとアップロードに関しては、4日、5日間ぐらいかな、4、5日、ちょっとしませんので、ね、よろしくお願いします。